にゃーにゃーん、どうもこんにちは、シュンキービーシュンのシュンです。ポケットモンスターソード実況プレイパート45やっていきたいと思います。ってことで早速ね、パート45キルクススタジアムのギムチャレンジの方からかな、やっていけるんかなとか思うんだけど、どこ迷子ですよ。どこ、スタジアムどこ、あれかな、ここ、これ、あ、温泉やわ。違う、ギムチャレンジ、そうそう、終わるじゃないんだ。自分、ああ、よかった。ありましたね。よかったよ。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、カットしますね。さえてきました。キルスクスタジアムです。あれ、ホップくん。くそー、負けたぞ。今タイプへの、対策足りてなかったのか？兄貴の真似をしたのに。ほら、リーグカードだ。お前も戦うべき。ギムリーダーをチェックしておけよ。わかったよ、ホップくん。あ、でも、待って、ホップくんが負けるなんて珍しいね。どうした、ホップくん。シンはリーグカードを奪われてしまった。俺のチーム、どのメンバーで行くか迷ってないで決めないとな。あ、もうちょっとチャレンジするんだね。ホップくん負けるなんて珍しいね。毎度同じに、僕、ボールガイルボールよ。願い星に選ばれた君に素敵なボールをあげちゃう、ボブー。シュンはムーンボールを手に入れた。シュンはムーンボールだだだだだ。ムーンボール。土の石で進化するポケモンが捕まえやすくなる。ちょっと変わったボール。土の石で進化するポケモン誰どれ、わかんないね。じゃあね、まあ、現在のメンバー見てみましょう。こんな感じですね。こんな感じです。下が30、レベル37、上が46ですね。結構跳ねてますね。ポケモンたちのレベルね。でも、まあ、どれぐらいのレベルでいけるかわかんないけど、とりあえずね、頑張りましょう。よいしょ。キムチャレンジャー、チャレンジ挑戦する？もちろんです。あ、わかりました。じゃあ、ユニフォーム着まーす。はい。このステージ、ミッションに必要な、落とし穴、探知マシーンを受け取ってね。何ですか、それ。始まりました。義務、ミッション。何を持つん？てか、あれ。キルスクスターン、ポケモンジム、ジムミッションを説明します。今、お持ちの落とし穴、探知マシンを説明いたします。というもの、こちらでは、あちこちに見えない落とし穴があるからです。起きると、今いる場所からやり直しです。落とし穴が目の前にあって、そして近くにあるほど、マシンは強く増えますよ。では、行きなされ。怖いな、そんな落とし穴が。ん？聞こえてますか？怖い怖い、何？幽霊の声聞こえる？うわ、ん？揺れた。揺れてない。なんか、振動してるよ。ん？こっち行けってこと？わあ、あかん。こっちか、あかん。こっちか。ダメ。こっち？おー。おー。戦うんだよ。じゃあ、このバトルはカットしまーす。なんとか1、ワンバトル目勝ちましたね。こっちかな。あ、そう、怖い。あ、あかん。あー、落とし穴や。わー。怖いね、落とし穴。え、こっちか。待って、あー、嘘。キャー！なんかめっちゃ落とし穴、なんか落ちまくってて大丈夫か。ここは大丈夫？え、嘘、まだある。嘘、まだある。あー、やった、一つ目クリア。待って、めっちゃ正解発表。なんか、深呼吸で集中するの言われたよ。じゃ、ここでひどいですね。じゃ、やっていきますか。じゃあ、ここのシーン、カットしますね。では、カットしまーす。正解発表。なんか、結構落ちましたね。うわ、なにこれ。え？見えん見えん。ちょっとは、これわかりませんね。じゃあ、じゃあ、ちょっと、頑張りますね。見えませんね。ちゃんと映ってるのかどうか。あ、じゃあ、あとは多分ね、
そう、義務ミッションのね、ゴールの場所に行くだけだと思うので、頑張ります。では、カットですね。てか、今回のバトル、一度もバトル見してないんじゃないかな。何度かゴールの場所まで来ました。めっちゃあかんかったね。めっちゃマッチ失敗したんじゃない?だからそんなことはなかったか。そんなことはないかな。てかめっちゃやったんだね。じゃあ、チャレンジクリアですね。よーし、じゃあ、どうしようかな。いけそうかな。じゃあ行きましょうか。お見事です。ありがとうございます。じゃあ、今回はね、ちょっとね、継続しましょう。さあ、バトルコート、行きまーす。義務ミッションクリア!お、誰だ?ごめんね、名前覚えてなくて。あなたは誰?マクワと言います。義務チャレンジャーのあなたには申し訳ないが、僕のポケモンたちの強さをアピールする戦いをしますので、さっさと終わらせましょう。さあ、勝負だ。勝負だ !VS! マクワ、ルブニダのマクワが勝負を見せてきた。義務戦は見せます。4体。画面のですよ、クリアした。一人でカメックス。今回はカメックスだ。ダイマックスバンドにパワーが溜まりました。レベル40、こっちで勝ちだ。水の波動で勝負だ。カメックスの水の波動。いい車体。あれ、嘘。なんかそんな聞いてない?よし、当たらなかった。えらいよ。じゃあ、アクアテル使いましょう。カメックスのアクアテル。あれ?なんかガクーン言わんな。ガクーン言わんなのか。上がったな。攻撃力アップか。攻撃がぐんと上がった。やばい、素早さがぐんと上がった。やばい。どうしよう。でも、岩は多分ね、有利だと思うんだよね。水タイプの方が有利だと思うんだよね。さあ、私らが頑張るんだ。ゲルプレイド。何度か耐えた。今一つ。綿毛。素早さダウン。グラスミキサーだ。やばい。相手が先の攻撃だ。うわ、やばい。あー、嘘。うわー、やられた。一人やられた。私らが、多分、ちょびっと戦闘カットしまーす。戦闘カットでーす。ギムリーダー2体目は、ツボツボですね。ツボツボ。スパークでもしよう。じゃあ、ここもね、カットしまーす。あ、全く当たらん。ギムリーダーの3体目は、石変人。石変人っていう、なんか、自分あまり知らないポケモンですね。あ、やめてよ。何?尖ったってなんかダメージ受けるんちゃうか。あれ一撃やで。あれ?ん?何がしたかったの?何がしたかったの?え?一撃やったよ。石段。あ、いいよ。入れ替えない。まだよ。まだクデサって、その後はなってない。戦う。おっと、本性を表した。わぁ。でも、こっちの方がレベル的には上。ここで、ダイマックス使いましょう。ダイストリー。さあ、ダイマックスだ。いけーん、ダイマックス。多分やけど、カメックスの右上か左上かな。なんかそこら辺に、多分なんか、なんか出てます。ダイマックスまであとなんか、ダイマックスあと何ためてますね。山のような岩となれ、さあ、ダイマックス、ちょっとごめんね。出てこなかったわ。ごめんよ。見てませんね。見てませんでした。ごめんなさいね。さあ、録画時間が50分を超えようとしてます。10分。わあ、でっかいね。カメクのダイストリーム。これで一撃とかやって、もう笑っちゃうよ。大丈夫。よかった。うわ、笑う。
一撃やった一撃やった、雨が降った雨が降った、やったいいのかこれで、本当にいいのか、でも倒したからいいや、やった経験値ゲット、ズズズズズ、わお、勝ちましたね、勝利、やったー、よかった、勝てましたね、勝ちました、やったぜ、いや勝ちましたよ、お見事でした、決まりでしたね、岩バッジを渡します、ありがとうございます、いやーよかったよ、うーん、運転ちょっと運転大きいですね、やったー、僕これ6個目ですね、レベル50までなんですか、ポケモンを捕まえるんやった、僕のことは気にしないでください、トレーニングに励むだけですので、マクワさんに勝利したことを祈って、わざましいの渡すね、わざましい48、岩石封じを手に入れた、シュマはわざましい48をわざましいポケットにしまった、岩石封じ、マクワさんが着ることでかっこよさが増しているデザインのユニフォームをもらってね、ありがとうございます、多分着ません、ごめんね、岩バッチになってる、シュン、その調子、え、待って、シュンって、シュンってこの人に言われたのかなんか一瞬、なんか、うん、なんか、うん、ソニアさんなんか出てくるのか思ったけど、気のせいだね。じゃあ、今回のパートはですね、次、6つ目の金バッチをゲットしたよってことでね、終わりたいと思います。さあ、そろそろ終わりが近づいてきたかな。あと2つ銀バッジあるけどね、頑張っていこうかなと思いますので、よろしくお願いしますってことで、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ツイキャス配信、ネタ配信もやってますので、ぜひホームページお願いします。公式 LINE もありますので、下の URL から友達追加よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見てもらえたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。